この日都内のスタジオではニベアクリームの CM 撮影が行われようとしていた。出演するのは今をときめくあのカリスマモデル。本番30分前、スタジオの空気は張り詰めていた。一方本人はいつも通り自然体、リラックスした時間を過ごしていた。やだ、こんなところまで撮るの？もうひどい、もうやだ、もう。ひどい、ね、横澤冬子、27歳。激動のモデル界を生き抜くカリスマモデル。え、これ？これも本当必需品。これ塗らないと始まらないから。こういうの見られるんだ。やめてよ。やだ。いつまでいるのよ。もうやだ。何も面白くない。塗ってるだけだもん。これまで明かされたことのないモデル横澤冬子の仕事の舞台裏にカメラが密着した。横澤さん入られます。よろしくお願いします。お願いします。横澤が密着取材を受け入れるのはこれが初めて。ニベアの撮影現場ならという理由で許された。今回彼女のキャラクターに合わせてキャスティングされたという CM 企画の説明を受け、彼女が気になったのはその内容ではなかった。いつものそれ、これオーガニックコットン。そうですね、これ、はい、オーガニックだったら大丈夫だと思います。はい、ではよろしくお願いします。はい、お願いします。モデル業界でカリスマと呼ばれるまで一気に上り詰めた横澤、そのルーツをおもむろに語り始めた。あのカリスマではないっていうことを、まあ、一言まず言いたいんだけど、そうカリスマって自分で、まあ、言うことではないと思うんだけど、そうやって、まあ、いろんな方から最近カリスマカリスマって呼ばれることによって、ああカリスマなのかなとは思ってきたかな。でもカリスマモデルになろうなんて到底思ってもなくて、まあファッション誌を見た時にうわすごいなこの世界って思って、その隙間産業で潤いモデルとして生きていけるんじゃないかなって思ったことは思ったわね。下から上げてもらってもいいですか。下からすみません。一見華やかに見えるこの業界で、横澤もかつて生き抜くための苦悩を抱えていた。やっぱりいろいろとまあ潤いがありすぎてダダ漏れちゃうっていう時は結構怒られた時代はあったよね。ね、あったよね。あ、ごめんなさい、リカちゃん、マネージャーの。そんな横澤も今ではそれを魅力として受け入れていた。もうすぐ挨拶できるようになります。え、わからない？あ、だから引きつけるっていうのはみんななんかこの潤いにくっつけたいなみたいな感じで、ニベアによって吸い寄せられてるっていうところがもしかしたらあったかもしれない。それがまあ引きつけられるっていう言葉にしたのかもしれないけど、私はそういうのをニベアって呼んでる。横澤の独特な感覚、彼女が大切にしていることの輪郭が見え始めた。そうですね、やっぱ3つあるんですね。はい、まあニベアと、あとまあ愛、ニベア、3つですね。まあ愛もまあニベアみたいなもんだ。ニベアニベアニベアですね。3ニベア入りましたね。えリカちゃん、もっと笑っていいのよ。愛と聞いて彼女に尋ねてみたくなった。まあここだから話しちゃうんだけど、まあ恋の方もニベア、伝わらない、潤ってるっていうことなんだけど、リカちゃん笑ってる。ありがとうね。激動のモデル界を生き抜くカリスマ、横澤冬子の仕事の舞台裏。彼女は異常なほどベッドにこだわった。潤いで言ったらニベアよね。
ニベアって言ったら潤い。だからもうなんか人生そのもの、やっぱり心の内面から潤いって出していかなきゃいけないわけで、私は心にもニベアを塗ってるつもりでいるから。もうすぐ冬が来る。横沢の潤いはこれからが本番だ。我々の密着が終わると彼女はマネージャーに駆け寄った。ニベアちょうだいすぐ、ニベアちょうだいすぐ、早く早くちょうだい、ピカちゃんニベア